キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。イエスキリストは公の働きを始められ、ガリラヤ地方で、そしてエルサレムで福音を語り始められました。しかしイエス様は、預言者は自分の故郷では尊ばれないと言われたんですね。イエス様が言われた自分の故郷とは、いくつかの意味が込められていました。一つはエルサレムでした。イエス様はエルサレムにある神殿を私の父の家と言われたんです。ですからエルサレムがイエス様の故郷でもあるとも言えるわけですね。しかしイエス様はエルサレムでは歓迎されませんでした。そして二つ目はガリラヤです。マタイの福音書の13章には、イエス様がご自分の育った場所であるガリラヤのナザレに帰り、街道で教えられたとき、人々は、この人は大工のせがれじゃないか。母親はあのマリアだし、俺たちはイエスの弟たちや妹たちもよく知っている。ただの普通の人間じゃないかと言って、イエスにつまずいたと書かれているんです。またイエス様の弟たちも、家を離れて世を騒がせるような活動を始めたイエス様を理解することができませんでした。そこでイエス様は、預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけですと言われたのです。そして三つ目は、ヨハネの福音書の1章の10節からこんな言葉が書かれています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。このように書かれているんです。つまり、エルサレムでも、ガリラヤでも、そしてこの世においても、イエス様にとっては故郷なんですね。しかしそのどこにおいても、イエス様を受け入れようとしない人々がたくさんいたのです。そしてどうでしょうか、今でも、救い主なるイエス様が自分の故郷では尊ばれないという現実があるように思うんですね。ヨハネの黙示録の3章の20節で、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。このように記されています。イエス様は、一人一人の心の扉をノックし続けてくださっているんですね。もし私たちがイエス様をお迎えするなら、イエス様はあなたのところに入ってきてくださいます。あなたはどうでしょうか。イエス様を尊び、あなたの人生の真ん中にイエスキリストをお迎えしていますか。あなたの人生にイエスキリストが尊ばれる、そんな人生を選んで生きていきませんか。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今日は出エジプト記25章で語られている神の幕屋に置く机についてお話しします。神の幕屋とは、会見の天幕と言われるところで、その名のように人が神にお会いするところです。神が現れてくださり、人に語ってくださるところです。神はシナイ山のふもとで、
神の幕屋とそれに関わる設備や備品を作るように細かな指示をされました。今日はその中から幕屋の中に置く机の製作のための神の指示を見たいと思います。机は神に備えるパンを置くためのものです。机について神はこのように指示をされました。アカシア材で机を作り、その長さを2キュビト、幅を1キュビト、高さを1キュビト半とする。1キュビトはその長さの単位でおよそ44センチです。とすると机の高さはおよそ66センチであったことになります。さらに神は命じました。これに純金をかぶせ、机の上の部分の周辺に枠をつけ、その枠の周りに金の飾り縁をつける。机の四隅に担ぎ棒を通す金の冠をつける。机を担ぐ棒もアカシア材で作り、金をかぶせる。神は机についての細かな指示をしています。金の冠とは金の輪っかのことで、机を運ぶとき、そこに棒を通して机を運ぶためのものです。イスラエルの民はこれからアラノを旅することになります。神は幕屋とそれに関わる設備を人が運べるように設計されたのです。天地万物を作られた神は最高の設計者であり、同じように最高の製作者でもあります。その作り主である神が地上でご自分を表されるところを設計し、その製作は人に任されたのです。このことは人にとって何という栄誉なことでしょう。神はご自分から人に近づいてくださり、人に語りかけ、大切なことを教えてくださるお方です。明日は日曜日です。キリスト教会では神の言葉である聖書からのメッセージを聞き、神を礼拝します。お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。おかわりありませんか？岩井元です。第一月曜日は詩編から学んでいますが、今日は詩編115編の前半かな、神に栄光を期してと題して、神様の恵みに生かされる人生に心を留めてみましょう。私たちはどこかで自分の栄光を求めてしまいやすいですね。それゆえに他の人との比較や競争があり、自分の願い通りにならなかった時の失望は小さくありません。聖書は、私たちが神様に創造された存在であり、神に栄光を期することの幸いを繰り返し語っています。実はそこにこそ私たちの存在の本当の喜びがあるのです。お読みします。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、ただあなたの御名に栄光を期してください。あなたの恵みと誠のゆえに、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。旧約聖書詩編115編1節から3節。
この支援の背景には、神の民イスラエルが自分たちの罪のゆえにバビロン捕囚となり、その屈辱的な捕虜の状態から解放され、約束の地へと戻ってきたことの喜びがあります。しかし、約束の地に戻ってきた彼らを待っていたのは、周囲の人々からの敵意の言葉、またあざけりでした。しかし、そんな中、神の民イスラエルは自らの弱さを自覚しつつも、人が作った偶像ではなく、天地万物を創造された真実の神、主に心から信頼し、主ご自身の栄光を求める重要さを深く覚え、その喜びを歌ったのです。その喜びは、自分たちの栄光を求めて偶像礼拝に陥った失敗を心から悔い改め、神様の憐れみと許しを受け取った喜びでした。自分たちの願いを叶えてもらうための神ではなく、天におられる主権者なる神様の前にへりくだり、神様の栄光を求める在り方への回復と悔い改めの喜びがここにあるのです。詩編はこう続いています。イスラエルよ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。詩編115編9節11節。すべてを創造され、すべての主権者である神様に栄光を期して歩む人生は、私たちに生きる力を与えるのです。あなたも神様に信頼し、力を受け、平安と希望に満ちた人生を歩み出していきませんか？ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところで、あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局、支所箱6番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦雄です。今日は、教会荒らしと題してお話ししましょう。現代では車上荒らしという言葉を耳にします。キリストの教会荒らしといえば、サウロの名前が挙げられるでしょう。使徒の働き8章に入ります。さて、サウロはステパノを殺すことに賛成の票を投じました。サウロは若くしてユダヤ最高議会の議員でした。しかもパリサイ派という分離主義者の熱心な信徒でもありました。モーセの律法を忠実に守ろうとしていました。神は唯一であると固く信奉していたのです。ところが、最近エルサレムに登場したナザレのイエス派は、とんでもないことを主張していました。特にステパノという信者は最高議会の議長で、イエスが神の右に立っておいでになるのが見える、などとほざいたのです。ナザレ出身の大工のせがれが神の子であり、神などとは唯一の神に対する冒涜であり、不敬罪に当たりました。若き熱血漢サウロは、ステパノ処刑の責任を買って出たのです。ところが、ステパノを処刑する処刑の現場で、サウロは耳を塞ぎたくなるようなステパノの祈りを耳にします。主イエス様、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。この彼らの中にサウロも入っていたからです。なぜステパノは許す祈りをすることができるのだ。
そのことがますますサウロの心に憎しみと悔しさを増幅させていったのです。その日エルサレムにある教会に対して大迫害が起こりました。その指導者は言うまでもなくサウロです。サウロは部下たちを連れて家々に押し入り、男や女を引きずり出し、縄にかけて次々に牢獄に引き渡し死に至らせました。そして改宗を迫ったのです。信徒たちの集まる街道集会場を荒らし回り、集会ができないようにしてしまいました。後日サウロは改心してキリスト教の伝道者になります。教会荒らしをしていた頃を振り返りながらこう語りました。私はキリスト信徒たちを罰し、無理やりに神を汚す言葉を言わせ、彼らに対してひどく荒れ狂って苦しめました。サウロの改心のきっかけは実はステパノの祈りだったのですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むごとに不思議にも自然と養われていくものがあるものです。では今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はサムエル記第1章18章14節から主が彼と共におられたと題してメッセージをお伝えいたしましょう。主が彼と共におられたので、ダビデは行くところどこででも勝利を収めた。サムエル記に入り、しばらくイスラエルの英雄となったダビデの物語を見ていきます。ダビデはイスラエルの強敵ペリシテの兵士ゴリアテと一騎打ちをし、これを倒して一躍有名人となり、サウル王の家来として召し抱えられることになりました。しかしこれがダビデの波乱万丈の人生の始まりでした。ダビデは皆に注目され、もてはやされる人になりましたが、実際には召し抱えたサウル王の嫉妬を買い、試練の人生へと迷い込んでいくのです。イスラエルのサウルはダビデの登場により、自分から人気が失われたことを意識するようになり、ダビデに嫉妬心を燃やします。それは殺意を抱くほどに深いものでした。人に妬まれ、殺意まで抱かれているなど、とても耐え難いことですね。どんな花道を与えられたとしても、そんな敵意にさらされた人生など、まっぴらごめんだなと私は思います。実際サウルは、ダビデにいきなり槍を投げつけて壁に突き刺してやろうとするほどに敵意をむき出しにするのです。そしてサウルはいつもダビデが失脚することばかり考えて行動しました。けれどもサウルの行動はいつも逆の効果をもたらしました。ダビデはその度に人々の愛と尊敬を受けるようになるのです。不思議なものですね。聖書はそれは主が共におられたからであると語ります。神様がダビデをサウルの敵意から守られたのです。さてダビデはいいな、自分はむしろサウルだなと思われますか？確かに私たちも
嫉妬心にとらわれて振り回されてしまうことが多いものですね。しかし大切なのは、そのような不憫な自分の現実を素直に認めて神の恵みを求めることでしょう。神にエコひいきはありません。素直に助けを求める者には豊かに恵みを注いでくださるお方です。神は良き方です。今日も主に信頼しましょう。では良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂典です。聖書には十戒と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。十戒をはじめとした聖書の言葉は、人間を縛りつけるものではなく、自由へと導くための言葉なのです。十戒第8回には盗んではならないとあります。では第8回が語る盗んではならないという戒めは、どのような自由への道しるべを指し示しているのでしょうか。聖書では、盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいと語っています。十戒、盗んではならないという勧めに立って、盗まない、盗まれない社会になるために、聖書は自分の手を持って正しい仕事をしなさいと語ります。盗むことの対義語は、盗まないことではなく、自分の手で正しい仕事をすることなのです。自由に生きる権利を盗まれている人々の中で、私たちはしばしばこう考えます。大切だということはよくわかるけど、きっと自分以外の誰かがやってくれるだろうと。しかし、盗まない社会形成のために大切なことは、あなたが自分の手であなたのできる正しい仕事をしなさいと語るのです。つまり、誰かものすごくお金のある人がするのではなく、時間の余裕のある人がするのではなく、自分の手で、つまり私たちの持っている時間、体力、考える力、祈る時間、捧げる献金を分け合うことなのです。十戒第8回、盗んではならない社会の実現のために、一番の問題は、それほど大切ならば自分じゃない誰かがするよという姿勢なのです。盗まない社会を阻むのは、無関心でいる私たちの姿なのではないかと思います。もし私たちが何か大変なトラブルに巻き込まれて、あるいは家族の中にとても痛みのある出来事があるときに、誰も助けてくれず、誰も自分に関心を払ってくれないとしたら、どれだけ悲しい思いをするでしょうか。ある人が言いました。愛の反対は憎しみではない、無関心だと。神様は今日も神の手を持って正しいことをなそうとしておられます。そして、その神の手は、あなたの手を用いて神の技をなされることがあるのです。あるいは、あなたが誰かから助けられた優しい経験、不思議な経験も、また神の伸ばされた手の技によるものです。今日私たちは、十戒第8回の戒めに従って、誰かの困っている姿に手を差し伸べてみたいと思います。あるいは、その手を組んで、自由を盗まれている誰かのために祈りたいと思います。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。
ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。イエス・キリストがユダヤ人の祭りの時期にエルサレムに行かれた時のことでした。エルサレムの中にあるベテスダという池に行かれたのです。この池の周りにはたくさんの病む人が集まっていました。町中が祭りを祝って喜びに満ちている時にも、この病人たちは祭りに出席することも祝うこともできず、病み疲れて横たわっていたんです。なぜならこの池の底からは地下水が間欠泉のように湧き出ていたようで、時々水が動いたんですね。人々はそれを主の使いが水をかき回しているからだと考え、いつしか水が動いた時最初に入ったものは癒されるという言い伝えが生まれていたんです。ですから多くの病人がこの池のそばに集まって水が動くのをじっと待っていたわけです。そこに38年もの間病気にかかっている人がいました。このベテスダの池にイエス様は来られ、この38年も伏せっている人にこう質問されたんです。良くなりたいか？しかしこの病人は即座に、はい、良くなりたいですと答えませんでした。彼はこう言ったんです。池の中に私を入れてくれる人がいません。いつも他の人が先に入ってしまうんです。と。つまり今まで何をやっても無駄で、いつも期待しては裏切られることの連続だったんでしょうね。最後の拠り所であったこのベテスダの池にやってきても、彼には一番最初に池に飛び込む力も助けてくれる人もいませんでした。ですから病が癒されることなどありえない、無理だと、投げやりになっていたのだと思います。彼の思いは、良くなりたいと願っても無駄ですよ。自分ではどうすることもできないし、助けてくれる人もいない、もう諦めるしかないんですと言わんばかりの態度でした。でもこの人の置かれた状況を考えたら、なんだかわかるような気がしますよね。絶望の中で生きることすら諦めかけているかのようなこの人に、イエス・キリストは起きて床を取り上げて歩きなさいと言われたんです。彼はイエス様の言葉に驚きました。でもイエス様の言葉にすべてをかけて自らの足に力を入れたんです。するとなんと彼は立ち上がることができるようになったんですね。実はこのことは、私たちがイエス様の言葉をただ聞くだけではなく、その言葉に従い一歩踏み出すという信仰の姿を教えてくれるものになったんですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691
徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今日は旧約聖書出エジプト記29章から、祭司の任命をするときに行う儀式、祭司の任職についてお話しします。祭司は神に仕え、神に命じられることを行います。祭司の重要な働きは、神と人との間に立って両者の関係を整えることです。実際に祭司のすることで最も重要なことは、神に捧げ物や生贄を捧げることでした。そのような祭司の任職式に行うことは、すべて神が命じられたことでした。神の前に出る祭司は、まず自分自身が神の前に出ることができるように、幕屋の入り口で身を清めます。ついで体を水で洗い、それから祭司の服を着ます。この祭司の装束もすべて神が定められたものでした。そしてその祭司の頭に油を注ぎます。次に祭司を聖別するための捧げ物を捧げます。聖別するとは、この世から切り離して神のために特別なものとすることを意味しています。祭司の任職式は7日間行われました。その期間は毎日罪の清めの捧げ物が捧げられました。任職式で祭司を聖別する捧げ物は3つの種類がありました。まず罪の清めの捧げ物、これは祭司に任命される者の罪を清めるための捧げ物です。任職式の7日間、毎日捧げられたのがこれです。続いて、全焼の捧げ物。これは祭司が神のために働くことを示す捧げ物です。そして交わりの生贄。これは神と祭司との良い関係を確認する生贄です。神との特別な関係に入るための重要なものです。祭司は神によって選ばれ、聖別された特別な存在です。神と人との間を取り持つ重要な働きをしました。任職式においてこのような祭司の重要性がしっかりと確認されるように、神が祭司の任職式を定められたのです。神の命じられることに、無駄なこと、意味のないことはないのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。
世の光の時間です。お元気ですか？岩井元夫です。第2週の月曜日は旧約聖書に登場するヨセフの人生について学んでいます。2011年3月11日の東日本大震災から今日で8年目を迎えました。今なお苦しみや痛みを抱え涙が止まらない方も少なくないのではないでしょうか。ヨセフもまた自分の愛する父ヤコブの死を経験しました。若い時にエジプトに奴隷として売られてきたヨセフは青年期の大切な時期を父と共に過ごすことができませんでした。自分の実の母ラケルの死と別れも幼い時に経験していたのです。しかし7年に及ぶ大飢饉のゆえ父たちがエジプトへと来た後父の晩年を共に過ごしその死を見届けたのです。ヤコブは生前ヨセフにこう誓わせていました。私は間もなく死ぬ。私がカナンの地に掘った私の墓の中に、そこに私を葬らなければならないと。創造主なる神様に信頼し歩み抜いたヤコブは死をも恐れず葬りを指示していました。エジプトにではなく神の約束の地へと遺体を運び、祖父アブラハム、父イサクが眠る墓に葬ってほしいとの願いでした。それは地上の生涯を終えた後神のもとに戻る、その信仰の告白でもあったのです。エジプトにおいてもヤコブは神様の約束を握りしめ神のもとに戻るということを子や孫たちに示したのです。ヨセフはエジプトの王に父を葬るためにイスラエルに登る許可を得ます。そして父の遺体を伴いヨセフはひととき懐かしい約束の地、故郷イスラエルへと戻ることができたのです。聖書はこう語っています。そうでヨセフは父を葬るために登っていった。彼と共にファラオのすべての家臣たち、ファラオの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの家族全員、彼の兄弟たちとその一族が登っていった。旧約聖書創世記50章7節8節。それは神様に栄光を期し、神様に信頼を置く者には、地上の生涯を超える栄光の生涯が待っていることを証しする荘厳な葬儀でした。私たちも死を恐れる必要がありません。神様に信頼を置き救い主イエス・キリストを信じる者には永遠の希望、命が約束されているからです。誠の希望に生きる人生がキリストにあってあなたにも用意されているのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日は散らされる教会と題してお話ししましょう。教会とは建物のことではなくイエスキリストを信じて集まっている人々のことです。さてサウロという宗教指導者であり当時の最高議会の議員を中心によってエルサレム教会に対する大迫害が始まりました。その時キリスト信徒たちはユダヤ・サマリア地方へ散らされていきました。
使徒の働き8章の続きです。さて、散らされていった人々は神の言葉を述べ伝えながら巡り歩きました。迫害という試練によって散らされるという過酷な状態になりました。しかしその困難にもめげることなく、神の言葉という種を行く先々で蒔いたのです。伝道者パウロの言葉を思い出しますね。神は神を愛する人々、すなわちご計画に従って召された人々と共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っている。ローマ人への手紙8章の聖書の言葉です。この散らされた人々の中にピリポという人がいました。ピリポはエルサレム教会で選ばれた、いわゆる教会の羊でした。ピリポはサマリアの町へ散らされていきましたが、サマリアの人々にイエス・キリストを述べ伝えました。さらにピリポは汚れた霊に取り憑かれた多くの人々から悪霊を追い出しました。さらに足の不自由な人やハンデのある人々を癒したのです。サマリアの人々はイエス・キリストの話を聞こうとピリポのところに集まってきました。そしてサマリアの町にキリストの教会が生まれることになったのです。私たちは復活されたイエス様が弟子たちに語った言葉を思い出したいのです。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。この復活のイエス様の約束が、サウロの迫害によりキリストの教会が散らされることによって、ユダヤとサマリア全土に教会が実現していったのです。私たちとキリストの教会の使命は何でしょうか。それは聖霊様の力を受けて、それぞれが散らされた場所でキリストの証人となることなのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局、支所箱6番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むごとに、不思議にも自然と養われていくものがあるものです。では今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はサメル記第一25章34節から、主は生きておられると題してメッセージをお伝えいたしましょう。イスラエルの神、主は生きておられる。主は私を引き止めて、あなたに害を加えさせなかった。ダビデはサウロの娘をめとり、サウル王の義理の息子となっていましたが、サウル王の敵意から逃れるために、荒野を転々と放浪する日々を送っていました。しかし、彼に付き従う者は600人。実に多くの必要を満たすために、彼は何かをしなくてはなりませんでした。そこでダビデは、かつてナバルという人物に恩を売ったことを思い出します。金持ちの農夫であった彼を守ったので、そのお礼を求めたのです。ところが、ナバルはダビデを相手にもしませんでした。ダビデを逃亡した奴隷と呼び、ダビデの家来を追い返してしまうのです。恩をあだで返され、動機も誤解され、存在すら
軽んじられる、いたたまれないものがありますね。このような無礼には仕返しをする十分な理由があると思うものでしょう。ダビデは部下に剣をつけさせ、ナバルの一家を皆殺しにしようと出かけます。しかしナバルの妻アビガエルの機転で、ダビデはそのような悲惨な復讐をとどめられることになるのです。ここで私などは考えるのです。結局人間、サウルもダビデも50歩100歩同じだなと。サウルはダビデに対する嫉妬心に振り回されていましたが、ダビデも自分を軽んじる相手に我慢がならず怒りを燃やしています。しかも暴力によって相手に思い知らせてやろうとしているのです。ダビデが神に愛されたのは、サウルよりも人間的に質が良かったからだというわけではないのでしょう。ただ良かったとすれば、アビガエルの起点に神の存在に気づいたことでしょう。自分の傲慢さに歯止めをかけようとしている神に心を向けたことです。弱い罪人の私たちの人生に最善を望まれている神がおられます。その神様の助けと恵みによって品位ある人生を歩ませていただきたいものです。では良き一首を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号910-8691、 910-8691、 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂典です。聖書には実会と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。実会をはじめとした聖書の言葉は、人間を縛りつけるものではなく、自由へと導くための言葉なのです。実会第8回には、盗んではならないとあります。盗んではならないという戒めは、どのような自由への道しるべを指し示しているでしょうか。第8回、盗んではならないの反対を、盗まないことではなく、聖書は自分の手を持って正しい仕事をすることだと語ります。自分の手を持って正しい仕事に使えることができたならば、この世界で盗まない社会、奪われない社会が形成されていきます。しかし、困っている人は受けるだけで良いのでしょうか。そんなことはありません。受けるより与える方が幸いですと聖書は語ります。もし今、困窮の中にあえいでいる人も、またそれでも自分の手にある何かを誰かのために使っていく必要があるのです。人は誰一人受けるだけの存在になることはないのです。何かをしてもらって笑顔でありがとうと、感謝の微笑みを返すことも与えることになるのです。日本語のお互い様という言葉は良い言葉だなと思います。人は受けるだけになっていくとき、そこに卑屈な感情も生まれていきます。人間はお互いに愛し合う、与え合う、譲り合う、許し合うことが大切なのです。今まで誰かのものを盗んでいた自分の手を使って、誰かに与えていく人生を歩いていくときに、何かを略奪することよりも豊かに生きる人生が始まるのです。たとえ今日が寝たきりの一日であったとしても、誰かのお世話になっていたとしても、
大胆に受け取り、大胆にその感謝を相手に表し、そして誰かにしてもらったように愛を表していくのです。全員が自分の手を持ってなすときに、そこには受ける人、与える人という構造が形を消していきます。自分の手によってという姿勢は、受けるだけの甘えの構造や、いかに受けられるかだけに集中する思考停止状態を自覚させてもくれるのです。自分がすべてをやらなければ、肩に力が入っている人もリラックスしましょう。私たちはすべてを背負うことなどできません。最終的には神様がすべてをなされるのです。神様は神様の所有された世界を維持しておられ、支配しておられるのです。その神様のお働きにお委ねしながら、お互い様と生きていきたいものです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根弘樹です。イエス・キリストがエルサレムにあるベテスダという池に行かれた時のことでした。この池の周りにはたくさんの病人が集まっていました。そこに38年もの間病気にかかっている人がいました。イエス様はこう質問されたんですね。良くなりたいか？しかしこの病人は即座に、はい、良くなりたいですとは答えませんでした。彼は今まで何をやっても無駄だった、いつも期待しては裏切られたという、そんなことの連続だったのだと思います。でもイエス様はこの人に、起きて床を取り上げて歩きなさいとお命じになったのです。ただ目の前にいるこのイエス様の言葉に従って、彼は自らの足に力を入れて立ち上がっていきました。するとなんと、この人の病は癒され、歩けるようになったんです。イエス様の言葉をただ聞くだけで終わったら何も始まりません。その言葉に従って生きてみよう、その言葉の通りに一歩踏み出してみようという勇気が必要なんですね。旧約聖書にエジプトで奴隷生活を強いられていたイスラエルの民のことが出ています。モーセに導かれて、彼らはエジプトを脱出し、神様が約束してくださった土地を目指していきました。いよいよ約束の地に入ろうとするとき、ヨルダン川を渡らなければなりませんでした。しかし大きな問題がありました。この時期のヨルダン川は、水が岸いっぱいに溢れて流れていたのです。その時神様は、モーセの後継者となったヨシアに、主の契約の箱を担ぐ祭司たちを先頭に渡らせなさいと言われたんです。そして先頭の祭司たちが川を渡ろうと足を水に一歩浸したとき、なんと川の水がせき止められ、人々は全員無事に川を渡ることができたんですね。この奇跡的な出来事は、旧約聖書のヨシュア記というところに書かれています。彼らはまず川がせき止められてから渡ったのではありません。周りの状況が変わってから従おうと考えたわけでもありませんでした。神様の命令に従って、川に足を一歩踏み出したとき、水がせき止められたんです。信仰に生きる醍醐味というのはここにあるんですね。
目の前の状況は何も変わっていなくても、聖書の約束の言葉を信頼して一歩踏み出していく。その時に神様の御業を見ることができるんです。信仰に生きるとは、ほんの少しの勇気と冒険心が必要なんですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066、盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥頼和です。旧約聖書出エジプト記34章6節7節をお読みします。主はこう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して報いるものである。今日はここで語られている神のご性質についてお話しします。神はご自分がどのようなお方であるか、5つのことを教えておられます。1つ目は、憐れみ深く情け深い神です。神様はどんなに悪い人をも温かく受け止め、そして許そうとするお方です。2つ目は、怒るのに遅いです。神様は悪いことを絶対に許しません。しかし怒ってすぐに罰することはしません。神様はどんなに悪い人をも愛して、簡単に裁くようなことはないのです。3つ目は、恵みと誠に富んでおられるです。恵みと誠という言葉は、契約をするときの神の態度を表す言葉と言われています。約束したことを必ず果たされる、信頼できる、誠実で愛のあるお方です。4つ目は、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許すです。神は愛を持って約束したことを忘れることなく、必ず果たしてくださいます。そして、罪を許して、忘れてくださるお方です。5つ目は、罰すべきものは必ず罰して、報いるです。神は正しい正義なるお方です。悪を必ず罰するお方です。神は人を何とか救おうとされるお方ですが、悪を見逃したり、多めに見るようなことは絶対にありません。必ず正しく裁かれるお方です。ここで何回も繰り返されている恵みという言葉は、もともとの言葉は愛とも訳すことがある言葉です。神は愛に満ちておられ、私たち人間を悪や罪から救ってくださるお方です。明日は日曜日です。神のことをもっと知るために、お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。
最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お変わりありませんか？岩井元夫です。第3週の月曜日はマルコの福音書から学んでいます。今日取り上げる箇所には神の御子キリストが目の不自由な人を段階的に癒されたということが記されています。お読みします。人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。新約聖書マルコの福音書8章22節から25節。この目の不自由な人は人々によってキリストのもとに連れてこられました。しかしキリストはその人を村の外に連れて行かれ、一対一での対応をなさったのです。人の痛みに寄り添い、決して見せ物のようにはなさらなかったのですね。そしてご自身の唾を彼の両目につけられ、その上に両手を当てられました。不自由さや寂しさを抱えてきたであろうこの人にとって、それは温かなぬくもりと愛を感じ取ったひとときであったことでしょう。その時の癒しは完全ではなかったのです。なぜでしょうか？キリストは当然一度で癒すことのできる力を持っていらっしゃいました。しかしこの時キリストは彼を段階的に癒され、彼が自ら目を開き、その目でじっと見るように、見つめるようにと招かれたのです。そこには癒しの不思議なステップがあったとも言えるでしょうね。キリストがなさる愛の技は、時に人の状況に合わせ、その人の内側にあるものを引き出され、待ち望むことや、信頼して自ら開き、見つめることを促されるのです。私たちも時に一足飛びの癒しや問題の解決を求めますね。しかし神様はあえて私たちを待たせることがあり、段階的に私たちを取り扱われることがあるのです。神様への信頼を持って、神様の愛と恵みを待ち望み、自ら希望へと進み出ていく力を私たちはキリストにあって受け取ることができるのです。私たちもまたキリストに導かれて、自ら開き、また見つめていく生涯、変えられていく生涯を歩んでいきましょう。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番世の光です。
キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。板倉邦夫です。今日は魔術師シモンという題でお話ししましょう。子供の頃、白い着物を着た人が家々を巡回していました。母親に尋ねると、あの人はね、占いの人だよと答えてくれました。今日は魔術師シモンの話です。使徒の働き8章に入りました。さて、サマリアの町には以前からシモンという人がいました。シモンは魔術を行ってサマリアの人たちを驚かし、自分をさも偉い者のように言いふらしていました。魔術には昔から3つの型があったようです。一つは黒魔術と呼ばれ、悪魔の力を借りて人々を惑わします。二つ目は白魔術と言い、神の力を借りて行うものだと主張しますが、人々を惑わします。第三の方は自然の力を応用して行うのです。シモンはこういう三つの型を用いてサマリアの町で人気を得ていたのです。それで子供や大人の人たちに至るまでシモンについていき、この人こそメシア、救世主ではないかと言われていたのです。ところが、このサマリアの町にピリポが神の国とイエス・キリストについて伝道してから、だいぶ様子が違ってきました。大勢のサマリアの人々が信仰を持って次から次へとバプテスマ、洗礼を受けたのです。ピリポの述べ伝えた教えは、何か人を惑わしたり驚かしたりする宗教ではありませんでした。神の国の祝福と主イエス・キリストの十字架と復活という希望と許しを話してくれたからです。それまで自分についてきた人々がピリポの教えるイエス・キリストについて言ってしまうので、シモンの魔術の仕事は上がったりになるし、人気もなくなってきました。そこでどう考えたのか、シモン自身も神の国とイエス・キリストを受け入れ、バプテスマ、洗礼を受けてしまったのです。神の国は魔術師シモンにとっても魅力のあるものでした。さらにイエス・キリストの名前は今まで出会ったことのない人格的にも魅力にあふれたものだったのです。イエスの言葉です。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。マルコの福音書1章15節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むごとに、不思議にも自然と養われていくものがあるものです。では今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はサムエル記第2一章23節から、愛される立派な人と題してメッセージをお伝えいたします。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。ダビデにサウル王の秘宝が伝えられました。
長くダビデに敵を抱き殺そうと追跡してきたサウル王が戦死したというのですから、ダビデにとってはほっと胸をなで下ろすような知らせであったことでしょう。このサムエル記を読み続けてきた皆さんもまさにその通りと思わされたところではないでしょうか。しかし意外にも意外、ダビデの心、サウルに対する思いは違っていました。先週も読みましたように、ダビデにも自尊心はあって、ダビデは自分を軽んじる人に怒りと敵意をあらわにする普通の人間でしたね。そしてサムエル記を読み続けてきた方々はお分かりのように、ダビデも実は自分に敵意を向け追跡してくるサウル王に復讐心をにじませるいじましい姿すら見せているのです。しかしダビデは長い敵対関係の試練の中で、そのような思いを神にあってコントロールし、神にあって復讐しない、むしろ神に裁きを委ねるべきことを学び、そのような心をしっかりと持っていくようになるのです。サウルの死に際して捧げられた哀歌には、そのダビデの成熟した心が表されています。ダビデは言います。サウルもヨナタンも勇士であり愛される立派な人だった。ダビデはサウルをけなさず、その名誉ある部分を認めています。そしてさらに大切なのは、この哀歌がユダ族の次の世代を教えるために作られた点です。つまりこの詩は単なる哀歌の歌ではなく、伝えたいものを持っているのです。それは何か、人間が弱いものであることを自覚するときに見えてくる部分なんだと思いますが、ダビデが次の世代に伝えたかったのは、神のもとに人間助け合い支え合いながら生きている現実のようですね。深い人生理解と愛に成熟した歩みこそ、私たちが求めるべき信仰の道です。では良き一首を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。聖書には実会と呼ばれる神と人との間に結ばれた約束があります。実会をはじめとした聖書の言葉は、人間を縛りつけるものではなく、自由へと導くための言葉なのです。実会第8回には、盗んではならないとあります。では第8回が語る盗んではならないという戒めは、どのような自由への道しるべを指し示しているのでしょうか。第8回盗んではならないの反対は、盗まないことではなく、聖書は骨を折って施しをし、正しい仕事を自分の手ですることだと語ります。ここで施すことも、正しい仕事を自分の手ですることも、骨を折ってと、その際の姿勢について語ります。ここで私たちがよく知っていることは、正しいことをすれば大勢から支持されるわけではないという事実です。骨を折るとは、無駄骨という言葉もあるように、すべて良い結果を伴うわけではありません。
いくら正しいことをしたとしても、目の前の大きすぎる課題を見ると、自分の無力さに押しつぶされそうになることもあるのです。盗みに満ちた社会の抱える闇の深さに諦めそうになることもあります。あるいは、盗みに目をつぶり加担している自分の弱さを見つめるとき、失望し、もうやっても無理なのかなと投げ出したくなることがあります。しかし、地上で折った骨の結果がどうであれ、諦めないことです。私たちは自分がすべての責任を負っているという強すぎる責任感も注意深く取り扱わなければなりません。目の前に広がる深刻な状況を誰よりもご存知な神こそ、この現状に意気消沈しておられることなく、ご自分の所有の世界に独り子なるキリストを使わし、今日も高らかに世界は神のものであると宣言されているのです。そして、あなたが昨日なしていた小さな営みも、あるいは途中で投げ出してしまいそうになっていることも、永遠の終末に神様が完成へとつなげてくださるのです。神様がすべてを完成させてくださる。イエス様が再び来られるときに、偽りのものはやがて廃れるからです。私たちは、この世界の終末の希望を見失ってはいけません。この朝、ラジオを聞き、自分のできることをしようと神様に祈りを捧げ、助け合う社会、分かち合う社会、盗まない盗ませない社会を形成しようとしたことは、神様が一緒に取り組んでくださっていることとなるのです。私たちは祈りつつ、主に感謝をしながら、その小さな営みを続けていくのです。私たちは神様に祈ること、そこに骨を折ることを惜しんではなりません。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根弘樹です。イエス・キリストがエルサレムの中にあるベテスダという池に行かれた時のことでした。そこには38年もの間、病に苦しむ人がいました。イエス様はこの人の病を癒されたんです。病を癒されたこの人は、最初自分を癒してくださった方が誰だか分かりませんでした。しかし後に神殿の中でイエス様と再会したんです。するとイエス様は彼にこう言われました。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたに起こるかもしれません。こう言われたんですね。これを読むと、もし罪を犯すと病気が再発してもっと悪くなるぞと、イエス様がなんだか脅かしておられるかのように感じてしまう方もいるかもしれません。確かに、もし飲みすぎて肝臓を悪くしたら、お医者さんは、これからは飲みすぎに注意してくださいね、そうでないとさらに悪化しますよと言うでしょうね。それに当時は、罪を犯したから病気になったのだと考えるのは普通のことでした。だから、罪を犯すともっと悪い病気になるぞ、もっと大変な罰を受けることになるぞという意味にとってしまう、そういう人もいたかもしれません。しかし注意していただきたいのは、イエス様はこの人を癒されたときに、病気の原因については一言も言及されませんでした。
あなたが罪を犯したからこんなひどい状態になったのだなどとは一言も言われませんでした。イエス様はこの人を無条件で癒されたんですね。この人は38年間大変辛い生活を送っていたはずです。しかし今病が癒されて、これからは全く新しい生活が始まろうとしているんです。そこでイエス様は、あなたは神様の憐れみによって癒された。でももしあなたが恵みと憐れみに満ちた神様に背を向けて生きていこうとするなら、今までの38年間の不自由な生活以上に、あなたの人生から平安や安息が失われてしまうだろう。体は良くなったとしても、それ以上に不自由になってしまうから、そうならないように、いつも神様を信頼して生きていきなさい。そう言われたんですね。神様の愛と恵みの中に憩いながら生きていく。それが私たち一人一人にとってのあるべき人生の姿なんですよと、イエス・キリストは教えられたんです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691、990-8691、山形郵便局支所箱72番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥頼和です。今日は旧約聖書出エジプト記38章からお話しします。まず出エジプト記38章と同じ出エジプト記の27章を見比べてみたいと思います。それぞれの1節2節を読んでみましょう。まず27章の1節2節をお読みします。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビト、幅5キュビトの正方形とし、高さは3キュビトとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇から出ているようにし、聖堂をその祭壇にかぶせる。次に38章をお読みします。彼はアカシア材で全焼の捧げ物の祭壇を作った。長さ5キュビト、幅5キュビトの正方形で、高さは3キュビトであった。その四隅の上に角を作った。その角は祭壇から出ているようになっていた。彼は祭壇に聖堂をかぶせた。祭壇の材質、大きさ、そして四隅の角の飾りや聖堂で覆うことまで、27章と38章は同じように語られています。27章で祭壇の制作について、神がこのように作れと命じられたことが語られています。そして38章では、彼は作ったと人が神に命じられた通り、祭壇を作ったことが語られているのです。神は人を信頼して祭壇の制作を命じました。人は神の信頼に応えて、忠実に祭壇を作りました。出エジプト記の全体を見ると、まず神がイスラエルの民をエジプトから救い出されたことが語られています。そして救われた人々が、神から御言葉をいただき、神の御言葉に従ったかどうかが語られてゆきます。彼らは
御言葉に逆らうことも多いのですが、出エジプト記の最後は神の御言葉の通りに神の祭壇や幕屋が作られたことが語られています。そしてそこに神が来られて、神の栄光がそこに満ち溢れたことが語られています。その時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。明日は日曜日です。キリスト教会では礼拝で神の御言葉を聞きます。お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066、盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気ですか？岩井元夫です。第4週の月曜日は、歴史の中を歩んだクリスチャンの生涯から学んでいますが、今日はキリストを伝えた詩人八木重吉について学んでみましょう。重吉は明治31年、今の東京都町田市の農家に生まれました。神奈川県師範学校予科に入学。英語とともにインドの詩人タゴールにも感化を受け、文学にも関心を持ちます。その師範学校在学時に鎌倉メソジスト教会に出席するようになり、小石川福音教会の聖書クラスにも通いました。最初は英語の勉強のためだったようですが、次第に聖書の言葉が重吉の心を捉えていきます。大正6年には東京高等師範学校に進学します。そして続けていた聖書の学びを通し、罪を認め、キリストの愛を受け入れ、大正8年、21歳の時に、駒込キリスト教会で、富永徳馬牧師から洗礼を受けたのです。その後は、無教会主義の内村鑑三の影響を受け、教会には通わず、神様への信仰を育むようになります。大正10年、23歳の時、女子聖学院の受験生であった島田富に勉強を教えたことがきっかけとなり、翌年には周囲の反対をよそに結婚します。すでに働きが始まっていた兵庫県の御影師範学校で教鞭を取る中、神戸で新婚生活が始まったのです。この時期に詩を作る働きが活発になり、誕生した桃子、幼児の二人の子供の姿を通しても孤高の深みを詩に残しています。27歳となった重吉は千葉県で英語教員を務めます。同年夏、最初の詩集となる秋の瞳が刊行されますが、重吉は体調を崩し、肺結核を患い、療養生活の中、神様への祈りを深めるのです。第二の詩集となる貧しき信徒を準備している中でした。重吉は29歳で神様のもとへと帰ったのです。重吉の死後、その詩集は友人の手により刊行されますが、それは病や苦難を通る中で神様を仰ぐ重吉の心や信仰を綴るものでした。彼の最後の授業では、キリストの再来を信ずという言葉を残したと言われています。彼の詩集が神を呼ぼうというテーマで編集されたのも、重吉の信仰の姿が現れているのです。聖書の言葉、苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める、旧約聖書詩編50編15節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、
全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日は神の賜物が金で得られるという題でお話ししましょう。贈り物、プレゼントなのにそれいくらと金を出して買う人はいませんね。神の賜物を金を出して買おうとした人がいました。その名はシモンという魔術師でした。使徒の働き8章の続きです。さて、エルサレムの教会は使徒ペテロとヨハネの2人をサマリアの教会へ使わしました。2人はサマリアに下って行って、聖霊、神の贈り物を受けるようにと信じた人々のために祈りました。そこで2人が手を置いたところ、人々は聖霊を受けたのです。魔術師だったシモンは袋から金を出して、私が手を置けば誰にでも聖霊が授けられるように、その力を私にもくださいと願ったのです。そこで使徒ペテロはシモンに憤って言いました。お前の金はお前もろとも失せてしまえ、神の賜物が金で得られるなどと思っているのか。聖霊の賜物についてはペテロはこのように語りました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。聖霊を受ける条件は神に対する悔い改めと主イエス・キリストを信じて洗礼を受けることでしたね。ですからこのシモンがなすべきことは神に対する悔い改めと主イエス・キリストへの信仰だったのです。ですから使徒ペテロは続けてシモンに言いました。だから悪事を悔いて主を信じて祈りなさい。そうすればあるいは許されるかもしれない。シモンはこれを聞いて言いました。仰せのようなことが私の身に起こらないようにどうか私のために祈ってください。神の賜物は金では得られません。祈って与えられるのです。聖書の言葉です。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。ルカの福音書11章13節。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。
郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むごとに不思議にも自然と養われていくものがあるものです。では今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はサムエル記第2、8章15節から裁きと正義を行ったと題してメッセージをお伝えいたします。ダビデは全イスラエルを治めた。ダビデはその民のすべてに裁きと正義を行った。ダビデの勝利が語られています。サウル王が戦死し、一度ダビデの王国が確立されるや否や、ダビデは敵対勢力に対する総攻撃をかけていきます。地名を見ていくと、それは約束の地を完全に制覇していくものです。ペリシテ人は地中海沿岸の西側、モアブ人は視界の東側、アラムは北方の民族、エドム人は視界の南東に住む民族です。ダビデはイスラエルの周囲、東西南北全方向に住む強敵に対して勝利を得ていくのです。そしてただ戦果を上げるのではなく、ダマスコのアラムやエドムに守備隊を置き、イスラエルの安全保障を確立していきます。さらに正しい裁きを行ったとあるように、国民の平和な生活の確立にも尽力しました。そして軍団長参議書記を任命し、いわゆる王政国家に必須とされる官僚組織と軍隊を整備しています。以前ヘブライ大学の発掘調査に参加した時に、ダビデ時代の税金徴収制度を教えられる機会がありました。当時は貨幣ではなく穀物を税金代わりに徴収していましたが、穀物で満たされ、税金徴収の印をつけて封印されたたくさんの亀が貯蔵庫で発見されたのです。ともあれ大切なのは、こうしたダビデの成果はすべて主によるものだとサムエル記が記録していることでしょう。ダビデは有能な王だった。有能な政治家であって、これこれのことができたとは決して書いていない点です。しかもこうした勝利に至るまでのダビデの生涯は、なんとも過酷なものでした。羊飼いから王に抜擢されたのもつかの間、サウル王の敵意に翻弄される何ともやるせない人生でした。王位への道を完全に断たれて、死の荒野に放り出されたダビデでしたが、耐え抜いたダビデは偉いと言うべきでしょうか。いや、ダビデは死ぬこともできませんでした。彼は臆病者で、ただ神に賭ける以外になかったのでしょう。彼は主の憐れみに生かされたのです。正しいことをなさる、神に望みを抱いてまいりたいものですね。では良き一週を祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。
キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。イエス・キリストがエルサレムのベテスダという池に行かれ、38年もの間病に苦しむ人を癒された出来事がヨハネの福音書に記されています。このヨハネの福音書の特徴の一つは、イエス様の行われた御業の中に立法の限界というものが暗示されているということなんです。この多くの病人がいたベテスダの池には5つの回廊がついていたと聖書には書かれています。この5つの回廊というのは、旧約聖書の中で立法と呼ばれているモーセの5書、それは創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記まで、これを象徴的に表すものとして作られたと言われていました。その回廊の中に憐れみの家という意味を持つベテスダの池があったわけです。この場所は神様の憐れみと恵みを受けるためには、5つの回廊に象徴される立法の戒めをきちんと守らなければならないということを暗示されているというわけですね。しかしそこに横たわっている人々の中で、きちんと立法の戒めを守ることができる人がいるでしょうか。誰もいません。結局人々はどんなに求めても、自分の力や頑張りでは神様の憐れみや恵みを受けることができないという現実を味わいながら、そこに横たわっていたわけです。旧約聖書の立法戒めというのは、人間の罪や弱さを明らかにするものです。立法を完全に守ることのできる人など一人もいません。5つの回廊のついたベテスダの池に多くの病人が伏せったままでいる状態というのは、立法では人を救うことはできないという立法の限界を象徴的に示す光景でもあったわけです。しかしその場所にイエス様が来てくださいました。そしてイエス様は、起きて床を取り上げて歩きなさいと言われたのです。それは立法の世界にとどまるのではなく、イエス様の約束の言葉に信頼し、その言葉に従って新しい歩みを始めなさいという招きでもあったんですね。つまりこの出来事は、イエス・キリストこそ本当の憐れみの家、恵みの家、ベテスダの池そのものなるお方だということを教えているんです。旧約聖書のゼカリア書の13章1節に、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるという言葉が出てきます。イエス・キリストこそが私たちの罪と汚れを清める癒しの泉、ベテスダの池そのものなるお方なんですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691、 910-8691、 福井中央郵便局、支所箱9番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お聞きくださりありがとうございます。羽鳥よりかずです。今日は旧約聖書詩編60編からお話しします。60編で語られていることの背景が表題に記されています。その表題はこうです。ダビデがアラムナハライムやアラムツォバと戦っていた時、ヨアブが帰ってきて塩の谷でエドムを12000人撃ち殺した時に、ダビデが
国の北方でアラムと戦っていた時、国の南方でエドムとの戦いが起こります。この時ダビデの部下将軍ヨアブが南方に行き、エドムを倒すことができた出来事を背景として詩編60編が作られたのです。60編3節でこのように語られています。あなたは御民を苦しい目に遭わせられました。あなたとは神のことです。神が自分たちを苦しい目に遭わせたと言っているのですが、これは神が勝手であり理不尽な方であると言っているのではありません。神は人に苦難を与えることのできる主権者であることを認めています。正しい神は理由もなく苦難を与えるお方ではない。きっとこの苦難に神は正しい目的を持っておられると信じているのです。そして神を信頼して祈ります。あなたの愛する者たちが助け出されるよう、あなたの右の手で救い、私に答えてください。神は答えてくださいました。神はダビデが敵に打ち勝ち、イスラエルに領土を与えると約束してくださいました。ダビデは神の救いを信じて立ち上がります。神にあって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけてくださいます。実際に第二サムエル記は、主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと語っています。これらの苦しい戦いの後、ダビデの王国が確立されました。本当の勝利は神によって与えられます。私たちもダビデのように言いたいと思います。どうか私たちを助けてください。神にあって私たちは力ある働きをします。明日は日曜日です。私たちを助けてくださり、力ある働きをさせてくださる神を礼拝するために、お近くのキリスト教会にいらしてください。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691、 990-8691、 山形郵便局支所箱72番世の光です。